したいと強調しました。改革の計画の後詳しくお伝えしてまいります。その他による川の氾濫で大きな被害が出た岩手道が押し寄せています。岩泉町によりますと、いまだに5つの地区に10地区今孤立している悪化地区で消防などによる捜索が行われています。この辺りで1人が川に今朝6時から警察と消防が392人体制で土砂などを取り除きながら孤立集落へ救助に向かっています。向かっているところはどういった状態なんですか？いや全然情報が入ってこないということで、今からですね一軒一軒ローラーで検索をしていく。一方、9人のお年寄りが犠牲となったグループホームランラン、町はこの地区に避難準備情報は出していましたが、より緊急性の高い避難勧告や避難指示は出していませんでした。その理由について町長は、残念なんですけども、避難性とかという言ったことをね、まさに私ともなかった状況です。今日午後には政府の調査団が視察に入りました。グループホームの入所者で今回犠牲になった三浦敦子さん、これはおばあさんの80の祝いの時に、三浦さんの長男が JNN の取材に応じました。俺は大丈夫だからって、今ご飯もらって食べたから、あとは休むだけだからおめだちは逃げろって電話入ったんですよ。今思うとちょっと、まあちょっと危なかったかもしれないけど、その時に、迎えに行ってあげればよかったのかなとは思ったんですけど。町内のほぼ全域では停電と断水が続いていて、住民は厳しい生活を強いられています。グレバコ豪華3時間スペシャル今夜7時、スープバスター松田翔太が3つのスープでおもてなし、ちょうどいい時のですね。ザ・夜会今夜、俺の名はプレミアム、やめて、こんなハードな仕事をこなすのも全ては最高の報酬のためさ。さあプレミアムなひとときよ、ジョージアザ・プレミアム。それはジーン、私のジーン、憧れのものでもない、だからなくて迷うこの人生は夢だらけ。カンポ生命、久しぶり。なんかペアルックみたいだな。大丈夫、便利だな。行こう。アースミュージック&エコロジー。おはよう。朝はいつも何かと忙しい。でも朝食は超大事。朝にいいこと、カルビーフルクラ。いいじゃん、フルクラ。はい、捜査官。何？ミュージック .jp で映画が見れたと。ミュージック .jp で映画か。そんなこと一言も言ってねえぞ。わかった。ミュージック .jp で映画だな。そんなこと言ってないです。
セブンイレブンのおでん、今なら70円セール。日本の美味しい食卓へ、近くて便利、セブンイレブンです。アオカン、私目めちゃめちゃ悪いんですよ。体育館って意外と乾燥してるんですね。でラケット振ってるとどんどん乾燥してくるし、すごく集中してシャトルも見るので、こんなにいい感じが続くのが圧巻ですね。瞳に嬉しい水分酸素デイリーズトータルワン。もう本当に選手時代に知りたかった。この国にはほのかなものだけに宿る豊かさがある。濁りはほのか、旨味は豊か。濁りほのか、あやたかから。これが緑茶の旨味。転職なとにかく笑えれば、最後に笑えれば大丈夫。転職のそばにリクナビネクスト、リクルート。家族みんなに優しいことと美味しいこと。クパンのあと。前、務台内閣政務官を団長とする政府の調査団が訪れ、被害の状況を視察しました。20分ほどかけて建物の内部や外、そして当時の川の状況など説明を受けた務台大臣は、想像以上の被害です、二度とこのようなことが、そして自治体と連携して対応していきたいと述べました。また政府調査団と面会した後に記者団の取材に応じた、岩泉町の伊達町長は、この地域に避難勧告や指示を出さなかったことについて、水が増えている状態で、増えてくる状態で私が判断を誤ったと話しました。岩泉町内では今朝の時点で安否が分かっていません。今日午前から孤立している集落に警察や消防が向かい、救助活動が本格化しています。また町内には6つの避難所があり、およそ400人が身を寄せていて、不自由な暮らしが続いています。以上、岩手県岩泉町から中継でお伝えしました。はい、中継でお伝えしました。では改めまして、少しずつ様子が見えてきたこの9人が亡くなったグループホームの様子です。当時の様子についてお伝えします。9人亡くなったうちの7人の方に関しましてはですね、遺体が発見された場所という、そういった情報が入ってきたんですが、残りの2人についてはまだ情報が入って